英語を話せないシニアが人種差別にあった場合、ボディーランゲージ、身振り手振り、音を立てる、助けて、安全なところに立ち去る黒人の命は大切、助けを求める、緊急時のインフォメーションを常に持って歩く、英語を話せる家族、例えば娘などの電話番号に電話してくれとカードに書いておく、記録する、2020年5月28日午前8時カルガリー 5th street、 話す、報告する、2020年5月28日私の祖母が人種差別の嫌がらせを受けた、イラスト、クリスティン・チョング、制作 ACCT Foundation。